皆さんこんにちは、みのりんです。はい、この前ね、久しぶりに原宿ピクニック行ってきたんですけど、さらに新しいコーナーができているんです。原宿ピクニックの真横になんとガチャガチャのお店ができたんです。今までありそうでなかった原宿にガチャガチャのお店がたくさんできています。で、その中の一つが原宿ピクニックさんのところにあります。ガチャガチャの森もできたみたいなので、そこにも行ってみたいんですけど、今回は原宿ピクニックさんの方にお邪魔してきました。で、せっかくガチャガチャがいっぱいあるので、1万円分のガチャガチャをやっていきたいと思います。というわけで VTR どうぞ。お金を下ろしてきたので、早速ガチャガチャ見て回りたいと思います。でね、ちょっとお散歩しましょう。散歩、何がいいかな。いろいろなキャラクターとかありますね。すごい種類が豊富。サンリオとかポケモンとかドラゴンボール、ハムちゃん。原宿といえばのスクイーズとかアンパンマンでしょ。これスライムかな、クモみたいなやつ。あ、これにしましょう。一つ200円だって。一つ目ゲット。あ、これだとまだ中が何だかわからない。なんだろう。まだまだたくさんありますよ。スクイーズもあるでしょ。あ、かわいい、フルーツジャーだって。え、これも欲しいし、隣のミルクバージョンも欲しい。タピオカがあるよ。タピオカにしよう。これを300円、いきます。これもね、また後で開けたいと思います。ビーニービービーズもあるの。あ、これちっちゃい時めちゃくちゃ集めてました。まだね、うちにいくつか残っていると思います。かわいい。お父さんが出張でどこかに行った時に、その土地にあるビーニーベイビーを買ってきてくれたりしてました。どれにしようかな。これにしようかな。これは1つ400円。あ、しまった、売り切れこっちの方にしましょう。はい。で、この隣にあるね、タピオカのやつもちょっと気になるので。これね、片手でやるのが大変。次どれがいいかな。これかわいい、アニマルゼリー。赤ちゃんハウスとお庭、豪華じゃない。え、めちゃくちゃ豪華なんだけど。はい、ディズニー系発見しました。これはなんかディズニーの指輪に、あ、これね、前買ったことあるガチャクリップと香水ケース。香水ケースにしよう。はい、これ誰だろう、ベルかな、黄色い。これベルっぽい。ベルも大好きだから嬉しいけど、もう一回だけやろうかな。アリエルが欲しいかも。う、この色は違う。どうしよう、もう一回だけやっちゃおうかな。アリエルよ、ほい。これは見たことがある色かな。うん、残念。ここら辺はなんか昆虫とか、個人的にはもうちょっと可愛いのが欲しいかもしれない。柿の種ポーチ、面白い。これはちょっと買ってみたくなっちゃった。あと、この屋台も気になっちゃった。可愛くない？ミニチュアマスコットのちっちゃい屋台。これね、キューちゃんとシーちゃんと遊べるかなと思って。コーヒーメーカーとかレトロな電話とか、なんか日常品みたいなものがたくさんあります。なんかね、これで一応一周しました。でもまだまだ見てないものとかいろいろとあるので、もう一回一周していきましょう。サンリオ300円。これスクイーズなんだ。こうシャカシャカできるやつかなと思っていたらスクイーズ。え、欲しい。はい、せっかく来たのでいろいろなものやりたいですよね。これかわいい、ポケモン。200円、お安い。あ、クレヨンしんちゃんのチョコビえ、10円玉1枚410円ってこと。え、本当に初めて見た。ちょっと一度400円入れてみますね。あ、出た。じゃあやっぱり10円玉の方は間違いかな。400円で買います。今ね、ちょっと外の方に来たんですけども、こんなところにぷよぷよのスライムが。今ね、夜の8時ぐらいなので結構暗いです。結構重たい、いっぱい入ってるかな。そしたら次はピクニアのモチペタスクイーズ。
お、小枝ちゃんの小さいお家まであるんですね。これ見逃してた。こんなところにハローキティのライトコレクションやばい、どれも欲しいんだけど。見て見て、タキシードサム、このフォルム可愛すぎる。はい、皆さんはどれが欲しいですか？迷っちゃうんだよね。あ、ここら辺可愛い。あ、可愛い。食品サンプルみたいな感じのやつ。ほら見てみて、だいぶいっぱいになってきたんですけど、まだね、あと3000円ぐらい残っているので超たくさん。このね、プニプニしてるみたい。スクイーズスクイーズ売り切れだった。じゃあ隣のこの大仏のスライムでも買ってみようかな。にゃんこボックス、ランチボックス、ミニチュアランチができるかも。韓国ペッタンボール、すごい綺麗な感じがするので一つ買ってみようかな。あ、100円だって、安い。これ、この下にあるこちら可愛くない？ハート入りのプニプニクリオネ。いや、これは触ってみたいよ。はい、え、待って待って、これ使えるの本当に？ワニワニパニックのやつ試してみたいと思います。お、スライム発見。この2人の組み合わせ最高。コナン君でもヘイジ君でもどっちでも嬉しい。どっちかな？ミッキーとミニーのシリコンガマグチ。ミニちゃん、いいねいいね。最後に残ってるのこれぐらい、あと1000円くらいかな。これ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 、ガマグチにゃんこ。あー、癒される。はい、また一周したんですけども、あと1000円くらい残っているのでもう一周最後にしていきます。これ楽しい。ビーニーベイビーは最初買ったんですけど、まだまだね残っているのでもう一つ買っちゃおう。これ最初からちょっと気になってたの、なんか自分で好きにドーナツとかが作れるセット。お、結構小さい。これで200円。じゃあ今目に入ったこちらのキノコハウスの粘土、重い。あとね、300円のものを1つ見つけてお家に帰りたいと思います。じゃじゃーん。はい、こちらにございますのが1万円分のガチャガチャです。すごくない？今までガチャガチャ何回かやったことがあるんですけども、1万円分は初めてで、スクイーズ、スライム、可愛らしいもの、ディズニーやサンリオとか色々とやってきたので一緒に開封していきたいと思います。それでは手元タップどうぞ。はい、じゃあちょっと当たり前なんですけど、ちょっと順番とかわからないので手に取ったものから紹介していきます。じゃあまずはちょっとこの出てるこれを、なんかね、サンリオのキャラクターが見えたよ。せーの、じゃん。ライト、ライト、ランタン。ライトコレクションでシナモロールゲットしました。やばい、夏っぽい。もうすぐ秋だけど、もう秋。このなんかプラスチックのものがついているので、これを引っ張って、これをこうすると、ついた。結構明るい。こうバッグにつけてても可愛いですし、いざとなって本当にライトが必要になった時にこれ使えますから。ああ、いいね、いいね。じゃあね、いっぱいあるのでどんどん行きましょう。続きましてはこちら。はい。キラキラもついていますし、しっかりしていて、クオリティが高い。え、これガチャガチャでゲットできるの嬉しいですね。これは？お、よいしょ。おー、スクイーズだ。ああ、これね、気持ちいい。水系スクイーズとかってこう、硬いやつとかが多いんですけど、めっちゃ柔らか。雪みたいなのが入っていて可愛らしい。これは何だろう？あ、スライムかな？スライム、スライム。包装がしっかりとされている。あ、開いた。緑色のスライムです。わあ、気持ちいい。ちょっと冷たい。可愛らしいんだけど。ああ、はみ出ちゃった。完璧に戻すのは難しいですね。これは、お、これもスライムだ。ぷよぷよ型のスライム。あー、でも出ない。おいでー。見て見て。クラゲ。なかなかね、この出口が狭いから、おー、ゼリーみたい。なんとも可愛らしい色が。はい、これで6個目。
結局全部で何個買ったんだろう。30個前後かな。ミニチュアのお弁当箱を開けると、かわいい。これにね、なんかお野菜とか詰めてハムちゃんのお弁当箱を作ってみたい。絶対かわいい。今度キキュたちに作ってあげようかな。あ、見たい方ぜひぜひコメントお願いします。これはね、スクイーズだ。あ、これは嬉しいね。これ硬そうに見えて本当はスクイーズなんですよね。中にスライムが入っているみたい。なんかマニキュアバージョンとかは買ったことがあるんですけども、この牛乳瓶型はなかったので、よかった、牛乳瓶型が欲しかったの。あー、もうパッパと行きましょう。パッパとミニチュアな冷蔵庫だこんな感じで超ミニチュアな冷蔵庫で、しかも本当になんか氷付きトレー付きだそうです。おー、で中にこのコップみたいなのが入っているのと、ちっちゃ、これ本当に使えるみたいなので後で使ってみようかな。これもまたキキたちにあげると絶対可愛い。これね、一気に開けちゃいましょう。これとこれとこれ。これは本当アリエルが欲しかったんですけど、ベルが2個当たっちゃった。じゃあ1個は友達にあげようかな。この2つ開封していきます。ベル、ジャスミン、ティンカーベル、アリエル、ラプンツェルとアリス。おぉ、豪華豪華。すごいパーツたくさん。確か今回やった中で一番高かったと思うんですけど、めっちゃ豪華。こういうこと？こうして、こう。完成！すごくない？大きい。しかもカプセルのゴミとかが出ないのでめっちゃエコ。容量入る。で、もう一つこちら。これ確かね、アリスだったと思います。はい、完成。こんなに豪華になりました。あー、でもアリエルも欲しかったな。挑戦しちゃうかもしれない。次次。あ、しんちゃん。シャカシャカ風のチョコビが入っているパッケージ。もうしんちゃんファンにはたまらない。NEXT。これはね、ステンドグラスランプです。海の中にいるようなステンドグラス風のランプ。あ、こうだこうだ。はい、ランプの出来上がり。これね、つくと思うんですけど、ここにスイッチがあるそうで、なんだろう、もしかしたらこれだけかもしれない。ちょうどこの黒いところの下に見えるかな？スイッチがあるみたいなんですけど、届かない。爪で押せない位置にあるので、これを使います。ついた。あ、色変わる。豪華。すごいね。青になった。素敵。色変わるんですね。ちょっとね、オンオフボタンが難しい位置にあるので、それだけ使いづらいんですけど、めっちゃ素敵。あ、浮き輪乗りピカチュウ。かわいい。下の方がちょっと透けてて、本当に浮き輪っぽい。海で遊んでいるようなフィギュアがたくさんあるシリーズでした。よし、あ、開いた。これはマイメロディー。頭を後ろに引くとパカッと開くよ。メモなどを挟むことができます。お腹が開いた。ダンス。結構ね、重量もあるので、飛ばされることがないので、なんかちょっとしたメモを置きたい時には素敵かもしれない。はい。続きましては、あ、ビーニーベイビー。よいしょ。すごいよね、ビーニーベイビーをガチャで購入できる時代って。あ、しかもユニコーンだ。ビーニーブー。名前が変わったのか、この種類がビーニーブーっていう名前なのか、ちっちゃいから。思い出がたくさんあるんですよ、ビーニービービー、本当に。これなんだっけ？はい。こうなってるんだ。シルバニアファミリーの小さいお部屋。お部屋が一つ入ってるってすごいなと思ってたんですけど。小さい！こんなにちっちゃいシルバニアファミリー初めて見た。ミルクもついてきています。これはベッドかな？かわいい。すごい小さいね。でもちゃんとシルバニアファミリーだ。こんな感じでケースになってとってもついている。やばいね。これね、いっぱい集めてこうやって横に置きたい。いや、それにしてもクオリティ高い。いや、あ、こうなってるんだ。射的だ。これね、キュキたちと遊べるかなと思ってたんですけど、ハムちゃんでさえも大きい。ヒグマぐらいのサイズになっちゃいますね。中にちゃんと商品とかも印刷されているんです。これはスライムだ。雲みたいにふわふわって書いてあります。青いやつ、青いの好き。いいね、いいね、いいね、いいね。クラウドスライムではない、なんか練り消しみたいな感じの。確かに触ったことあるんですけど、超ふわふわ。こういうの大好き。私、練り消し作るのがすごく好きで、消しゴムのカスを集めて練り消し作ってました。これは気持ちいいやつだ。このね、こうやって伸ばして、このふわふわになったところをこうやって触るのが好き。じゃじゃん。カ
柿の種ビニールとビニールでくっついちゃってなかなか出てこない。柿の種が入ってるよ。本当にこの閉まるところとかも本当にしっかりしていて、お値段にしてはすごくお安い。ちょっとシュールな。オープン。今超流行りのタピオカのキーチェーン、これをね見た時になんかスライムとかスクイーズかなと思ってたんですけど、アクリルのキーホルダーですね。なるほど、大人気ですから今。2、4、6、8、2、4、6、8、9、20個目区切りいいね。お耳がついているうさちゃん風のゼリースクイーズ、お水系じゃない、スライム系スクイーズなんで形がこう元に戻らないんです。お耳つきがなんとも可愛らしい。あれ開いてる。あ、これ2つ買っちゃったのかな、同じやつ。 This is my boba って書いてありますね。タピオカって英語で3種類言い方があるのって知っていますか。タピオカ、ボバとバブルで、ポッピングボバって言うじゃないですか。あれってまあボバってタピオカのことなので、ポッピングタピオカっていう意味でもあります。というみのりんの英語講座でした。ミニチュアコレクション、あ、家具、コーヒーメーカーかな。こうやってコーヒーを粉々にする機械ですね。これあれだ、はい、ワニワニパニック。そうそう、これ本当に使えるのかな。歯があるので、え、怖いんだけど。いくよ。全然痛くないけども、ちょっとびっくりしちゃう。おお、なんか暇の時に友達とやるとか、飲みに行った時とか友達とできますよね。当たった人が飲むとか。ちょっと違う。はい、でもね、これはね、面白い。いいね、いいね。外側からだと、中に何が入っているか全くわからない。覚えてない。フィギュアバージョンだ。すごいしっかりしてる。でもこっちの本当の人形さんの方が好きかもしれない。これをこれで置物として可愛いですよね。これはねシュールなやつだ。スライムが出てきちゃっている。招き猫だ。招き猫のスライム粘土、なんか飴みたい。まあまあ、なんともシュールなガチャガチャです。まだまだあるんだな。続きましては、あ、なんかかわいそうに一生懸命入ってる感が。大きい。これは触り心地のあるちゃんとした大きさのスクイーズです。手のひらいっぱい。スクイーズ特有の甘い香りもちゃんとします。これはシリコンケース。すごくない？何かをたくさん入れられるわけではないんですけど、例えば500円玉とかね、まあ、カバンの中に入れていてもいいと思います。まあ、緊急時でどうしても必要な時にちょっとお金が出てくるような。なんか変わった形のガチャガチャじゃないですか。こんな形あったっけ。あ、もうこれ自体がお家になってるんだ。すごい。小枝ちゃんのやつだよね。うん、小枝ちゃんのお家。こうやってこう持ち運んで遊ぶこともできるので全くかさばらないし、素晴らしい。というわけで最後から6個目。あー、クリオネちゃん。グニグニっと。あー、モニモルズ風だ。アイディアショー。中の透明な透けてる感じが最高。ドクン、ドクン、ドクン。はい。コナン。私子供の頃からずーっと見てるアニメがあるんですけど、それがコナンとクレヨンしんちゃん。ずっと見てる。私服バージョンです。これさ、服部くんの帽子だっけ？服部平次かっこいいよね。個人的に私色黒の人が好きみたいで。あと4つ。これはスライムかな？はい。おー、てんこ盛り。ツヤツヤ。これもまたいいスライム。伸びるし、手にくっつかないし、硬すぎず柔らかすぎず、いいスライムでございます。プリキュアのやつで、なんか、ドーナツセットとかクッキングセットが入っているやつだ。あ、なるほどなるほど。この上の方のガチャガチャに、こうやって取っ手をくっつけて、お鍋になります。人参があるので、切れます。切れた切れた。お鍋に入れて、お塩入れて、個人的にはドーナツのが欲しかったんですけど、うん、すごいクオリティ。全部この中に入れて、続きまして、猫ちゃんのガマ口、物を入れやすい。いいね、いいね。かわいい、お顔がね、お顔のアップなの。これのキュキュとシーちゃんバージョンが欲しい。はい、そして最後となります。一番最後に300円残ったので、
それを使ってディズニーのものを購入してみました。プリンセス系なので誰が当たるかな。この頭、あ、ティンカーベルだ。ティンカーベルかわいい。あ、嬉しい。お腹のところにね、挟めるようになっています。他にはエスメラルダ、エルサ、アナがあったんですね。なるほど、ティンカーベル好きなので嬉しい。ニーシーローヤーとニーシーローヤーと31個、31種類のものをゲットすることができました。いかがでしょうか。待って待って、もう一つあった。見て見て、ハムちゃん、ハムちゃんが入ってました。ハムちゃん入りのガチャガチャ。はい、というわけで全部開封し終わりましたが、いかがでしょうか。こんだけガチャガチャあると楽しいですね。原宿ではガチャガチャの森もあったので、そこにも今度行ってみたいなと思います。ご興味があればぜひぜひチャンネル登録と高評価お願いしますね。というわけで本日もご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。見て見て、キューちゃんの大きさの冷蔵庫だよ。本日もご視聴いただきありがとうございます。こことここに昨日の動画とおすすめの動画を載せておきます。あとね、 Twitter と Instagram もやってるので、ぜひぜひフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。